い、どうも皆さんこんばんは、マークでございます。本日もお夕飯に迫りたいと思います。本日のお夕飯は、昨日リクエストがありました。こちら、これ絶対うまいやつ、うま辛スタミナラーメンっていうね、こちらを食べます。そうそう、昨日ね、リクエストで食べてくださいってあったんだけど、実はこれちょっと前に買っといたのよ、マー君。で、家にあって、で、ああ、そうだそうだ、食べてないと思って、食べようということじゃないですか。で、ここにね、もやしとね、ニラと豚肉を炒めたのを乗せてね、食べると美味しいですよって書いてあるんだけど、その通りに作りました。それでは本日もバレンタインファイナストハイボールでいただきます。おいしいね。これ、マカラスタミナラーメン。では早速スープからいただきますよ。抜群にうまい。これ今スープ飲んだんだけどさ、もやしとニラと豚肉炒めたの乗っけてあるから、このニラのさ香りがして、これ美味しい。ああ、麺はね、こんな結構な細麺でございますね。いただきます。麺も美味しい。ほんと最近の麺って乾麺っぽくないよね。で、このもやしとかニラを炒めた、スープに合う。もやしとニラ炒めて、塩コショウしただけよ、豚バラとね。で、塩コショウしただけなんだけど、おいしい、抜群にうまい。結構辛いね。ちっちゃいお子さん無理かもしれない。最近のゆうさんにとっては、本格的にするから、小さいお子さん無視よね。まあ高齢化社会ですから。いや、でも辛いと高齢者も無理か。で、こっちのお刺身、刺身の子、ラーメンで刺身ってどんな組み合わせやねんということなんですけど、お刺身食べたし、これ8匹っていうね魚です。赤いやつですね。美味しいのよ、美味しいのよ。これ
赤いけど、あの鈴木かなのよ。で白身なのよ、これ赤いんだけどこれ白身よ、赤いんだけどこれ白身の魚になるって。そして安い。あー、おいしい。ああ抜群にうまい。歯ごたえ白身で味稲田みたいな。うん、おいしい。最近あれトミヤさん、この話今日しようと思ってたけど、あのアンチのねコメントの人はブロックしてるんですかって言うんですけど、っていうコメントがあったんだけど、うちであの今現在ブロックしてる人の人数はね、あの0人です。1人もブロックしてません。本当に1人もブロックしてない。あの過去にね、あまりにもひどい、なんていうんだろう、あの、まあ、脅迫とかそういうんではないんだけど、あまりにもひどい、なんか汚い言葉ばかりを言う人とブロックとかしたことあるんだけれども、一定の期間が経ったらうまく解除しちゃうのよ。だってそのいろんなことでイライラしてさ、コメントするんだろうけどさ、まあ改善するかもしれないっていうことで、まあもうほんと一定期間かけたらもうすぐ解除しちゃうよ。ほんとあのほんと言うのよ、汚い言葉ばっかり。食べ物食べてあれなんかさ、汚いものの名前を連呼するとかね。あといつもコメントしてくれてる人たちに対してもひたすら攻撃する人とか、いつもコメントしてくれてる人たちにさ、あのなんていうの、まるまるねっていうか、あの的なさコメントをするのよ。そういう人とかいるとやっぱりあれかなと思うから、もうあのブロックしてる人の人数はゼロに。でもあのコメントなんてさ、あの なんて言うんだろう、確かにその削除とかブロックとか しない方が面白いみたいなことなんだと思うのよ。たまにさ、そのね、食べ物食べてる YouTuber の人のコメントとか見てさ、もうコメント欄で大乱闘みたいな状態になってるとさ、読んでて面白くて、うわ、これもう今日は盛り上がってるなとか思うんだけどさ、自分のところでそれが起こると、気が気じゃないっていうところはある。これあのどうなんだ、やっぱりある意味のプチ炎上みたいなもんで、こういうの、いやこういうのがいいのかね。でうちのあのゴールデンウィークにアンチコメントしてきたあの例の人もうブロックしてませんよ。だからうちのコメントなんてたまにコメントが表示されないっていう話があるのよ。前にさ朝ごはんのさコミュニティのさ写真あるじゃん、あそこでもコメントしたのにコメントがその表示されないとかさ、
マークも承認してるのに表示されないとかで、24時間経ってまだあの確認すると表示されてるとか、そういう現象がたまに起こるのは起こるみたいね。もうこれは本当マークのコントロールではない。これ美味しいよ。なんか鶏ガラスープのラーメンって感じ。これ絶対うまいやつシリーズってあのシンプルな美味しさだよね。ズバンは複雑な美味しさというか、マークズバン好きなんだけど、マルちゃんあれ美味しいよ、ほんと。あー私も美味しいね。最近またなんか YouTuber の方が動画内で マークのことをなんかおっしゃってくれてるみたいな、本当ありがとうございます。そうするとその人にいるアンチまでこっちに流れてくるんですよ。いいんですよ、本当ありがとうございます。それであの YouTube 全体がね盛り上がってくれたらいいんじゃない、いいかなと思いますけど、そうするといずれうちにも恩恵があって。いや今日も暑かったね。でもあのすごいシンプルな味付けですね。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。